morning. My name is Joy Solina. おはようございます。私の名前はジョイ・ソリナと言います。How are you all today? 皆さん、今日はご機嫌いかがですか? I bring you warm greetings from the Philippines and Church Strengthening Ministry, where I am currently serving as Editorial and Training Manager. 皆様方に温かいご挨拶が、フィリピンの教会から、そしてフィリピンのある教会教科団体である私どもが働いております現在働いておりますそのような団体からご挨拶を申し上げます。私はそこにおいて編集と訓練の責任を持っておるものであります。 My co-worker and companion on this momentous tripis Ida Faustino, our Building and Operations Manager. そしてご一緒にさせていただきます今回の旅行でですね、ご一緒させていただいていらっしゃる方は、アイダ・フォスティーノさんといいまして、私どもの、ま、企画の働きを担当していらっしゃる方でいらっしゃいます。This is both our first time to come to Tokyo on the gracious invitation of your beloved friend and missionary, Anna Gámez.Who is the author of one of our newest books, Blessing OFWs to Bless the Nations? 私どもは、まあ、この東京に来たのは両方2人とも初めてでありますけれども、このご紹介旅行はですね、私どもの愛する姉妹であるアナガメス宣教師であるアナガメス姉妹からの、ご招待を受けて実現いたしました。アナガメスさんは最近新しく本を出しまして、それは OFW、まあ、フィリピンにいらっしゃる海外にいるフィリピン人を祝福することによって、一国々が祝福されるという、そのような本の著者であります。Our name, Church Strengthening Ministry, describes what we do, and that is to strengthen local churches in doing the Lord's work through quality resources and services.私どものこの団体の名前であるチャーチ 教会教科団体という名前のですね、そんなの示す通りでありまして、それはですね、地域教会を、まあ、お助けをするという働きでありまして、そして、まあ、様々な教材などを用いて、あるいはそれに使えることによって主の技を成し、それによって地域教会の教会に役立つと役立てるという働きであります。 CSM is also the only Christian publisher in the Philippines that produces originally written church-based curriculum for Sunday school and vacation Bible school. それからですね、私どもの働きというのは、クリスチャンの出版の働きもしておりまして、それでフィリピンにおきましてはそのような、まあ、教会をもといとしたですね、教会をもといとした本、そのようなカリクラムを作って、そして教会学校の役に立っていただく、あるいはまた夏季学校の役に立っていただくという、そういうふうな、その教材などを発行しているわけであります。 In line with this, we conduct teacher training workshops for local churches in partnership with local Christian bookstores that distribute our materials nationwide.そしてですね、このような方針に従いまして、私たちは、教会学校の先生方の、まあ、訓練とかですね、それから、そのようなクリスチャンの本屋さん、出版社とタイアップをしまして、そしてさまざまな教材などを発行していく、世界的にそのような発行をしていく、そのような働きをさせていただいております。We have other partners, Christian ministries and organizations that work with us in carrying out our mission of helping God's people reach the world for Christ. この世界をキリストのもとに導くというその目的のもとに、私たちは、他のクリスチャンの働き人や団体とパートナーシップをですね、一緒に協力しながらそのような働きを進めさせていただいております。Ida and I will be visiting one partner here in Tokyo called
The Word of Life Press. その中の一つの協力団体であります命の言葉社を訪れるという、そのような目的を持って相田さんと私は今回日本に訪れてきております。They translated one of our best-selling original titles into Nihongo. Yes, I'm a pastor's wife by Leah Darwin. そしてですね、彼らは本当に私どもが、私どもの大変この売れております本ですね。その本の名前は、はい、私は牧師の妻ですという、レア・ダービンダーさんという方の書いたその本を日本語に訳すというですね、そのような計画を持っているのであります。 So this trip will help strengthen and continue that partnership. ですからこの旅行を通して、お互いのそのようなですね、協力関係が強められていくということを望んでおります。 I am therefore grateful for this opportunity to speak before youですから皆様の方の前にこのように証しをする機会が与えられたことも大変感謝しておる次第であります。 I accepted Jesus Christ as my personal Savior and Lord more than 30 years ago. 約30年ほど以上前に私はイエス・キリストを自分自身の個人的な救い主として、お受け入れいたしました。 I had been raised to fear God and obey the Ten Commandments. 私は神様を恐れながらですね、十戒をこの守りながら育てられてきたわけであります。 My parents did not have any vices and I went to church every day, every Sunday. 私の両親も大変真面目な人で、ありましてですね、そして毎週日曜日には必ず教会に行くというそのような家庭でありました。 I was what you might call a good girl and I was proud of it.そして、いわゆる私は良い女の子としてですね、育ちましたし、それを自分で誇りに思っていたわけであります。しかし私の心の奥底ではただ良い女の子であるということだけでは十分でないということが深く心の中にありました。I ache to know that God loves me not because of my obedience and goodness. 私はですね、神様をもっと知りたい、神が私を愛していてくださるということをもっと知りたいと思いました。私が神様に従うからとかですね、私が立派だからとか言うんでなくて、神様が私を愛していてくださるんだということを知りたいという、そのような心のうずきがずっとあったわけであります。 I realized this ache when my college classmate shared with me the booklet The Four Spiritual Laws. そしてですね、そのようなうずきというものがですね、痛みといいましょうか、求め上書くところが私の大学 の、そのクラスメイトがですね、The Four Spiritual Laws というのが、4つの法則ですね、4つの法則を分かち合ってきたときに、そのようなうずきを私は心に感じたのであります。 Instead of leading me to say the sinner's prayerShe invited me to study the Bible with her friends, who also had many questions about God and Jesus. しかし彼女はですね、私にその4つの法則の中の最後のキリストを信じる祈りというところに、導く代わりにですね、私をその聖書研究のその集まりに誘ってくれました。そこにおいてはですね、彼女の友達たちが集まってきておりまして、神様とかイエス様についていろいろ質問したりしていた次第でありました。 I joined this Bible study group and I learned to pray and read my Bible each day. そして私はそのような聖書研究のグループに加わって、そしてお祈りをすることを学び、そして私の聖書を毎日読むようになったのです。 I attended another college classmate's churchAnd heard preaching that made me cry. そしてですね、私はある時にそのクラスメイトの教会に行って、そこで説教を聞いて、そして私はその説教でもってですね、泣いてしまったのであります。 For several nights, reading the Bible bothered me because I knew that God wanted me to commit my life to Him and to stop just being moral and religious. そして私はそれから数日間の間大変悩み苦しみました。聖書を読みましてですね、本当に神様を知りたいと思って悩み苦しんだわけですけれども、私は、
神が自分自身の人生を自分に捧げるようにということを願っていらっしゃるということを知っておりました。そして単なる道徳的な生活、宗教的な生活ではなくてですね、そのように神を知ってほしいと、神に自分自身を委ねてほしいという、そのような神様の求めを知っておりましたので、私はそこで悩んでしまったわけであります。Late one night, I admitted to God that I was a sinner who deserved punishment, but thanked Jesus for dying on the cross to pay for my sin. ある晩遅くのことでありますけれども、私は神様が、神様に対してですね、自分が罪人であるということを認めました。そして自分は神の刑罰に値するものである。しかしながらイエス様が私の罪のために十字架の上で死んでくださったということを感謝して受け入れたのであります。I wanted to give my life to him in return. 私はその自分自身の生涯をですね、神様に捧げたい、イエス・キリストに捧げたいと願うようになりました。Just like what the Apostle Peter told the Lord, there is no one else that we can go to. Your words give eternal life. ペテロも言っている通りであります。私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたですとペテロが言っている。そのことと同じことでございます。I am the first Christian in my family.So my first years of walking with the Lord were tough and sweet. 私はその家庭の中でですね、最初のクリスチャン、たった一人のクリスチャンでありましたから、まあ、キリストと共に歩む最初の、数年間というのはですね、大変辛くもあり、また非常に喜ばしいと言いましょうか、甘い経験もいたしました。Tough because I had to show my faith through my changed life.非常に辛い経験というのはですね、私を自分自身の変えられた生涯を通して自分の信仰を明かしなければならないという大変難しい問題がありますので、これは大変辛かったです。 And sweet because every time I went through a trial, the Lord showed more of himself to me. また甘い経験というのはですね、私自身がそういう中で苦しみに遭う、そのような経験をいたしましたけれども、しかし主はその度にご自身を私に啓示してくださったということは非常に甘い、素晴らしい経験でありました。 And he is indeed a sweet, sweet Lord. 彼こそは誠に甘い素晴らしい主であります。 He has led me to my seventh and longest staying jobMy work at CSM, where I have been serving for 25 years now. 主は私を、まあ、7つ目の仕事、職場なんですけどもですね、現在の職場に導いてくださいました。それがその、教会強化団体という、そのようなですね、CSM という団体なんですけども、私はそこでもう25年間、働かせていただいて、Through CSM, I have grown spiritually and worked with wonderful authors such as Anna Gomez in publishing material that will help spread the gospel to the ends of the earth. 私はその CSM 教会強化団体の働きを通しまして霊的にも成長させていただきました。それから本当に多くの素晴らしい著者たちですね。本の著者たち、アナガメスさんもその一人なんですけれども、そのような人々にお会いすることができて、そのような本はですね、この福音を全世界に述べ伝えるというそのような働きをする、そのような本であったわけであります。 It is even more thrilling to launch her book right where the Lord has called her here in Japan. そして私は本当にそのようなですね、本がですね、この日本においても彼女を召してくださったこの日本において刊行されるということは誠に素晴らしいことだと思っております。 I would like to praise God for meeting you all and for sharing my story with you. 神様がそのような、私にですね、皆さんと共にこのような機会を与えてくださって、私の体験を明かしする機会が与えられたことを本当に感謝し、神様を褒めたたえるものであります。God bless you. 神様の祝福がありますように。ありがとうございます。